Hey, so can I say we got playing Twisted Wonderland? I've been so excited for it since it was released, but I couldn't get it. But now I can, it's in English. So yeah. So let's start. Itoshi waga kimi. Kedakaku. Uruwashi. Aku no hana. Anata koso ga sekai de ichiban utsukushi. Kagami o kagami. Oshiete okure.この世で一番闇の鏡に導かれし者よ、汝の心の望むまま鏡に映る者の手を取るがよい。I've seen gameplays, and I have to pick one. My favorite was usually Riddle, but I've liking Leona more recently. Let's just look for him all.遅刻は許されないよ。一緒に楽しもうね。行こうか。遅刻は許されないよ。おい、行くぞ。ついてこい。Just go my first choice is Riddle. Yeah. Yay! Now we have a Riddle card. Yay. I'm so excited to do a catch up for myself now. Yay!死をも灰にする炎、時をも封じ込める氷、空をも飲み込む大樹、闇の力を恐れる。さあ、力を示すがよい。Okay, now I just need to download it, so I'll take a minute.Okay, so let's try the tutorial for game first. Okay, so we have a little built in Riddle. I mean, I have to go with Riddle. I love Leona a lot. But I do have... I have one little figure of Leona, and then I have two Riddle ones. Do you want to see them on time? Maybe I can show you them if you want.手はない。いいチョイスよ。わかりました。
それが…いただきますよ。そうだね、いいチョイスよ。見ていられないよ。ほら、魔法はこれだ。Defeated, but it's okay. Now we know how to play the game for later. Watashi ni, karera ni, kimi ni, nokosareta jikan wa sukunai. Keshite sono te o hanasanu you.やべ、そろそろ人が来ちまうぞ。早いところ制服を。この蓋、重たいんだぞ。こうなったら、奥の手だ。ふなー、それ。さてさて、お目当ての。いやー、お前、なんでも起きてるんだ。目の前の俺様を無視するとはいい度胸なんだぞ。このグリム様に目をつけられたのが運のつき。お前のその服をよこすんだぞ。さもなくば丸焼きだ。だからタヌキじゃねえって言ってるんだぞ。俺様の鼻から逃げられると思ったか、人間め。さあ、丸焼きにされたくなかったらその服を。痛えぞ。なんだこの紐。紐ではありません。愛の無知です。ああ、やっと見つけました。君、今年の新入生ですね。ダメじゃありませんか。勝手にゲートから出るなんて。それにまだ手なずけられていない使い魔の同伴は高速違反ですよ。話せ。俺様はこんな奴の使い魔じゃねえんだぞ。はいはい、反抗的な使い魔はみんなそう言うんです。少し静かにしていましょうね。まったく、勝手に扉を開けて出てきてしまった新入生など前代未聞です。はあ、どれだけせっかちさんなんですか。
さあさあ、とっくに入学式は始まっていますよ。鏡の前へ行きましょう。あなたが目覚めた、たくさんの扉が並んでいた部屋ですよ。この学園へ入学する生徒は、すべてあの扉をくぐってこの学園へやってくるのです。通常、特殊な鍵で扉を開くまで生徒は目覚めないはずなんですが。結局、元凶はすべてこの使い魔のようですね。連れてきたのならちゃんと責任持って面倒を見なさい。おっと、長話をしている場合ではありませんでした。早くしないと入学式が終わってしまう。さあさあ、行きますよ。おや、君まだ意識がはっきりしてないんですか？空間転移魔法の影響で記憶が混乱してるんですかね。まあいいでしょう。よくあることです。では歩きながら説明して差し上げます。私優しいので。ここはナイトレイブンカレッジ。世界中から選ばれた類まれなる才能を持つ魔法師の卵が集まるツイステッドワンダーランド切っての名門魔法師養成学校です。そして私は理事長よりこの学園を預かる校長、ディア・クローリーと申します。この学園に入学できるのは、闇の鏡に優秀な魔法師の資質を認められた者のみ。選ばれし者は扉を使って世界中からこの学園へ呼び寄せられる。あなたのところにも扉を乗せた黒い馬車が迎えに来たはずです。あの黒き馬車は闇の鏡が選んだ新入生を迎えるためのもの。学園に通じる扉を運ぶ特別な馬車なのです。古来より特別な日のお迎えは馬車と相場が決まっているでしょ。入学式に行きますよ。さ、これで入学式と両分けは終わりかな。いいかい新入生たち、ハーツラビル寮では僕がルールだ。逆らう者は首をはねてやるから、そのつもりで。やっと勝ったる式が終わった。さっさと寮に戻るぞ。サバナクローリオ、ついてこい。新入生の皆さん、この度は入学おめでとうございます。
皆さんが充実した学園生活を送れるよう、オクタビネル寮寮長として精一杯サポートさせていただきます。それにしても学園長はどこに行っちゃったのかしら。式の途中で飛び出して行っちゃったけど。職務放棄。腹でも痛めたんじゃないか？違いますよ。あ、来た。まったくもう、新入生が一人足りないので探しに行っていたんです。さあ、寮分けがまだなのは君だけですよ。たぬき君は私が預かっておきますから、早く闇の鏡の前へ。何時の名を告げよ。何時の魂の形は。わからぬ。何ですって。この者からは魔力の波長が一切感じられない。色も形も一切の無である。よってどの寮にもふさわしくない。魔法が使えない人間を黒き馬車が迎えに行くなんてありえない。生徒選定の手違いなどこの100年ただの一度もなかったはず。一体なぜ。だったらその席俺様に譲るんだぞ。あ、待ちなさい、このタヌキ。そこの人間と違って俺様は魔法が使えるんだぞ。だから代わりに俺様を学校に入れろ。魔法ならとびっきりのを今見せてやるんだぞ。みんな捨てて。このままでは学園が火の海です。誰かあのタヌキを捕まえてください。ちっ、かったりな。あら、パリはお得意でしょ。まるまる太った絶好のおやつじゃない。なんで俺は。てめえがやれよ。グローリー先生、お任せください。痛い気な小動物をいたぶって捕獲するという皆さんが嫌がる役目、この僕が請け負います。さすがアズール氏、内心の点数稼ぎ来ましたわ。なあ、誰か俺のケツの火消してくれてもよくね。皆さん、私の話聞いてます？はあ、タヌキ捕まえるくらいあんたがやりゃいいだろう。先生、俺様はタヌキじゃねえって何度言わせるんだぞ。偉大なる魔法師になる男グリムとは俺様のことだぞ。威勢のいい小動物ですね。リドルさん、お願いできますか。違反者は見逃せないからね。さっさと済ませるとしよう。
オフイズユアヘッド。ほりゃ、なんじゃこりゃ。ハートの女王の法律第23条、祭典の場に猫を連れ込んではならない。猫である君の乱入は重大なルール違反だ。即刻退場してもらおうか。俺様は猫でもね。こんな首はすぐに燃やして、あれ、炎が出ねえんだぞ。僕がその首輪を外すまで君は魔法を使えない。ただの猫同然さ。なに、俺様はペットじゃねえんだぞ。心配しなくても、君みたいなペット、こっちから願い下げだ。ま、学園からつまみ出される頃には外れてるよ。いや、相変わらず素晴らしいですね。どんな魔法でも封じてしまうリドルさんのユニーク魔法、絶対に欲しい。じゃなくて、僕なら絶対にかけられたくありません。どうにかしてください。あなたの使い魔でしょ。しっかりしつけを。え、あなたのじゃない。そうでしたっけ。うん、では学園街に放り出しておきましょう。鍋にしたりはしません。私優しいので。誰かお願いします。ギニャー、離すんだぞ。俺様は絶対絶対大魔法師になってやるんだぞ。ま、少々予定外のトラブルはありましたが、入学式はこれにて閉会です。各寮長は新入生を連れて寮へ戻ってください。ん？そういえばディアソムニア寮寮長のドラコニア君の姿が見えないようですが。あいつがいないのはいつものことだろう。あれ？もしかして誰も式のこと伝えてないのか？そんなに言うならあんたが伝えてやればよかったじゃない。でも俺、あいつのことあんま知らないんだよな。ドラコニアって、まさかあのマレウス・ドラコニア？この学校に通ってるってマジだったのかよ。怖え。やはり。もしやと思って来てみたが、マレウスは来ておらなんだか。また式典の知らせが届いていなかったと見える。申し訳ありません。決して仲間外れにしたわけじゃないんですよ。どうも彼には声をかけづらいオーラがあるんだよね。まあよい、ディアソムニア寮の者はわしについてくれない。拗ねていなければよいが。さて、大変残念なことですが、あなたにはこの学園から出て行ってもらわねばなりません。魔法の力を持たない者をこの学園へ入学させるわけにはいかない。心配はいりません。闇の鏡がすぐに故郷へ送り返してくれるでしょう。さあ、扉の中へ。
強く故郷のことを念じて。さあ闇の鏡よ、この者をあるべき場所へ導きたまえ。もう一度、闇の鏡よ、この者を。どこにもない。え、この者のあるべき場所はこの世界のどこにもない、無である。何ですって、そんなことありえない。ああ、もう今日はありえないのオンパレードです。私が学園長になってからこんなことは初めてで、どうしていいか。そもそもあなた、どこの国から来たんです？聞いたことのない地名ですね。私は世界中からやってきた生徒の出身地は全て把握していますが、そんな地名は聞いたことがない。一度図書館で調べてみましょう。やはりない。世界地図どころか有史以来どこにもあなたの出身地の名前は見当たりません。あなた本当にそこから来たんですか？嘘をついてるんじゃないでしょうね。こうなってくるとあなたが何らかのトラブルで別の惑星、あるいは異世界から召集された可能性が出てきましたね。あなた、ここへ来るときに持っていたものなどは？身分証明になるような魔導者免許証とか靴の片方とか、見るからに手ぶらですけど。困りましたね。魔法を使えないものをこの学園に置いておくわけにはいかない。しかし保護者に連絡もつかない無一文の若者を放り出すのは教育者として非常に胸が痛みます。私優しいので。そう、学園内に今は使われていない建物があります。昔寮として使われていた建物なので、掃除すれば寝泊まりぐらいはできるはずです。そこであれ、しばらく宿として貸し出して差し上げましょう。その間にあなたが元いた場所に帰れる方法を探るのです。ああ、なんて優しいんでしょう。私、教育者の鏡ですね。では善は急げです。寮へ向かいましょう。少し古いですが趣のある建物ですよ。
そうでしょう、そうでしょう。さあ中へどうぞ。ここであればとりあえず雨風はしの、私は調べ物に戻りますので適当に過ごしていてください。学園内はうろうろしないように。では。コウモリが水鉄砲を食らったみたいな間抜けな顔してるんだぞ。俺様の手にかかればもう一度学校に忍び込むことくらいちょろいちょろい。ちょっと外に放り出したくらいで俺様が入学を諦めると思ったら大間違いなんだぞ。単純な話なんだぞ。俺様が大魔法師になるべくして生を受けた天才だからなんだぞ。いつか黒い馬車が迎えに来るのを俺様はずっとずっと待ってた。なのに、なのに、ふん、闇の鏡も見る目がねえんだぞ。だから俺様の方から来てやったってわけだ。俺様を入学させないなんてこの世界の損失だってのに人間どもは分かってねえんだぞ。冷て、天井から雨漏りしてやがるんだぞ。また水が降ってきた。俺様のチャームポイントの耳の炎が消えちまう。魔法でパパーッと直しちまえばいいんだぞ。って、お前魔法使えねえのか。プープー、使えねえやつだぞ。え、手伝いって嫌なこった。俺様はちょっと雨宿りしてるだけのタモンスターなんだぞ。ツナ缶も出ないのにただ働きするのはごめんなんだぞ。久しぶりのお客様だ。腕が鳴るぜ。何を大騒ぎしてんだ。お化け！ここに住んでた奴らは俺たちを怖がってみんな俺たちゾ仲間を探してたんだ。お前さん。大魔法師グリム様はお化けなんか怖くないんだぞ。ふんな。どこ見てるんだ。こっちだこっちだ。ちくしょう、出たり消えたりするんじゃねえ。うるせえ、俺様に指図するんじゃねえんだぞ。
ル様は天才なんだぞ。こんな奴ら一人でも。お前らたくさんいて卑怯だぞ。おい、お前、お化けがどこにいるか俺様に教えるんだぞ。あ、当たった。よし、この調子で全員追い出してやるんだぞ。だぞ。グリム様にかかればちょろいんだぞ。お、どうだお化けめ、参ったか。こんばんは。優しい私が夕食をお持ちしましたよ。ってそれは先ほど入学式で暴れたモンスター。追い出したはずなのになぜここに。俺様がお化け退治してやったんだぞ。感謝しろ。ん？
どういうことです？そういえば、この寮にはいたずら好きのゴーストが住み着き、生徒たちが寄りつかなくなって無人寮になっていたのを忘れていました。しかし、あなたたち二人で協力してゴーストたちを追い出してしまうとは。協力とは聞き捨てならねえんだぞ。そいつはほとんど見てただけだったし、俺様はツナ缶が欲しくてやっただけだし。って、あ、俺様はまだツナ缶もらってねえぞ。お二人さん、ゴースト退治もう一度見せてもらえます？でもゴーストは全部追い払っちまったんだぞ。さあ、ゴースト役は私がします。私に勝てたらツナ缶を差し上げましょう。私優しいので。では変身役をごっくん。嫌なんだぞ、めんどくせえし。またこいつと。くねん、これで最後なんだぞ。今度こそ絶対絶対ツナ缶よこすんだぞ。どうだ。なんと、まさかモンスターを従わせることができる人がいるなんて。実は入学式騒動の時から私の教育者の勘が言っているんですよね。あなたには調教師や猛獣使い的な素質があるのではないかと。しかし、
まあ、どう見てもこのか弱さは猛獣使いで猛獣にパックリと。なんですって？モンスターを？お前仕方ありませんね。いいでしょう。ふん、本当か？しかし闇の鏡に選ばれなかった。しかもモンスターの入学を許可するわけにはいきません。君についても元の世界へ戻るまでただ居候をさせるわけにはいかない。なんだ、ぬか喜びだぞ。まあ話は最後まで聞きなさい。あなたの魂を呼び寄せてしまったことに関しては闇の鏡を所有する学園にも責任の一端はある。とりあえず当面の宿についてはここを無料でご提供します。ですが衣食については自分で支払っていただかねばなりません。手ぶらのあなたが差し出せるものと言ったら？そんなに身構えなくても、学内整備などの雑用をこなしてもらうだけです。あなたは見たところ、掃除の腕はなかなかのようですし、ひとまず二人一組で雑用係はいかがです？そうすれば特別に学内に滞在することを許可して差し上げます。元の世界に帰るための情報集めや学習のために図書館の利用も許可しましょう。私優しいので。ただし仕事が終わってからですよ。そんなの嫌なんだぞ。俺様もあのかっけえ制服着て生徒になりたいんだぞ。不満ならば結構、また外に放り出すだけです。ふな、分かった、やればいいんだろ。やれば。よろしい。では二人、明日からナイトレイブンカレッジの雑用係として励むように。 Thank you so much for watching. I hope you enjoyed. If you did, please like and subscribe. All of my links are in the description to TikTok and all that. I'll see you in the next one. Bye!